横浜武道館、今日は丸先輩の試合でございます。今、入場で皆さんも並んでおります。はい。はい、ファールカップはつけた方がいいですね。ファールカップ、はい、あ、ファールカップで言ってもその感じなんですね。へえ、こっから撮ってますからね。はい、いや、キックパンツいりますね。いや、キックパンツはまあ、いや、俺はプロでもないし。回ってます。はい、ちょっとミスターですけど、リムチェックしてみてください。今、丸先輩が今日試合なんですけれども、今からちょっとリングチェックですね。はい、もうやってるんですけど、で、横の怪しい方は誰ですか、丸先輩。今回、はい、私の入場で、はい、僕のダミー役と、はい、して登場する、はい、ミスター X です。正確です。滑舌悪。滑舌悪いですね。はい、緊張します。あ、いいっすね。はい、緊張しない、テンポ取らせたら。では、フィルムチェック。はい、できそうですか。それ何のズボンですか。初めて見ましたけど。どれ。いや、下のズボンです。パルピ。パルピ。いいっすね。はい、あとなんか顔になんか書いてありますけど。あ、落書きです。落書き、落書きです。はい、後ほどって感じですね、はい、これは。はい、頑張ります。あっちから入れるのもね。違いますね。あっちからですね。はい、あっちからです。あっちからです。プロレスのリングとはちょっと違うかな。2回目ですよね。でも、あら、違います。はい、違います。うん、でもさ、これ、はい、もっとぬるぬるになるよ。はい、もっとぬるぬるになるよ。ぬるぬるというか、まあ、滑ったりはしますね。はい、いよいよ2時からだから、あと10分後に試合開始で、5時、はい、5試合目ですよね。はい、今の緊張度合いはどうでしょうか。いや、そんな感じで全開します。緊張してないですね。入場の方に金じゃない、はい、時間かけてましたね。力かけてる。そうですよね。入場のやつをちょっとすり合わせの時間エグかったですね。でもね、試合終わったら勝っても負けても、はい、もうすぐ帰るから仕事だろ。あ、そういうことですね。あ、しかもだって今日もあれですよね。寝てない。そのまま来てますよ、ね、土曜日から寝てないから。そのままだから。いやー、ハードスケジュールですね。いや、もうしょうがないね。はい、中ぼっち、はい、これほらね、ちゃんと僕の T シャツも着てくれて、はい、着てくれてます ね皆さんありがとうございます。これだって限定ですよね。10枚もないよね。ないですよね。はい、5枚。あ、5枚。あー、そういうことですね。そう、うん、いいっすね。中ぼっちも応援に来てくれて、はい、はい、あ、ごめんなさい、大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。おもさん、よろしく。おたるさん、指輪してるよ。前もやってましたね。見て、食い込みすぎじゃないですか。ずっとつけてる。やば。改めて見ると目がめちゃごつい。ちょっとグーにしてください。一回しろいか。グーにパッ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 。いいっすよ。最悪ねーと思って。中心自信もいいですね。開けてない。この辺はやるよ。ちょっといいですね。それはもう運勢です。これでいいっすか。じゃあ、しろいましたか。Ha ha 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 ha!
ですね。マン中村さんつないでよ。いけると思います、はい、試合前ですからね、これ試合前に会っちゃったよ、はい、今からやり合います。あ、ないよ。今度バン中村と繋いでくれ。そしたら俺もやる。届きますかね、はい、池井君と山口です。ちなみに今、スネアではないってのは初めて。ラストラン前回スネアであったんですね。あれ、バッテリーじゃない。あ、テーピングがない。いや、絶対パッチリで緩いな、こっちが緩いな。スカスカだな。緩い、スカスカって。ここはスカスカ。あ、ここはスカスカ。 OK です。はい、OK。 さっきとにかくはしゃいだことある。話しませる。あ、仲いい。話してるしょうがねえな、もう。はい。仲いいな。とにかく楽しませる。はい。はい。金貸しましょう。仲いい。あ、すいません。仲いいな、今日。今日あ、これ動画っすよ。動画っすか、今。動画っすよ。動画かーい。動画っす、動画。という動画です。俺の弟子のいつもめっちゃ持ってるルーラーがお前の相手してるからな。
覚悟しやがれ。ねえら2対1で来るぞこの野郎。やるか。わあ。行きますよ俺。ああ。はい。そう。ローいいっすよ。そういいっすよ。ケリーっすね。あなたパンチだぞパンチ。パンチ当てれば。はい。フック行こうフック。パンチフック。ナイスナイス。すげえ。マル先輩いいっすよ。いいっすよ。いいっすよ。相手聞いてますよ完全に。はい。マル先輩完全に聞いてますよ。行きましょう。いいっすよ。そう。マジで。マルさんパンチパンチ。どっちが開けたの？大丈夫。マル先輩大丈夫。マルさん頑張れ。選手あと1回目なので起用となります。相手聞いてます。相手の方が聞いてますよ。そう。一発で倒しちゃって。一発で倒しちゃって。そう。はい。フック。フック。フック。片方から上げとこう。残り30。丸先輩。30。自分から行きましょう。大丈夫。自分から行きましょう。丸先輩。そう。ナイス。めっちゃ聞いてる。めっちゃ聞いてますよ。丸先輩。今聞いてる。聞いてるから。マルセバ聞いてますよ。あと15秒。ラスト15秒。これ自分から。マルセバローキックも。周りだからロー。おい。おー。パンチ。フックよフック。これ。はい。おい。マルセバイ。あれだ頑張れ。あれパンチワンチフック行こう。おいあれだフックやフック。いいっすよ。大丈夫。耐えて。おいそうナイスナイス。フックやフック。マルセバいいっすよ。フック当てよ。大丈夫すぐ返せ。あれだフック。大丈夫。そう。ストップ。大丈夫ですよ。大丈夫だよ。最後。あれだワンチフック。おお、すげえ、いいっすよ。あれいいよ。いいっすよ、パンチ。分回していきましょう、丸先輩。大丈夫、前見る。大丈夫。返す。丸先輩、残り1分だよ、残り1分ですよ。はい、大丈夫だよ。もう言うことだ。ドクターチェックが入ります。膝蹴りによる有効度でございます。あと。勝者、赤コーナー、相馬雄吾。試合タイムは2ラウンド1分6秒、2ラウンド1分6秒、テキカルアドバイスでありまして、赤コーナー、相馬選手、いい利用でございます。勝手に決めてた。相馬34かと思ったんだけど、まあ、相馬の方が盛り上がるから、そうすいません。
パンチやばいよ。一番初めちょっと途中どっか甘かった。これ1ラウンド目下手したら危なかったよ。はいはい、いや割れて終わるかな。ちょっと終わるかなと思います。これカウントボール5まで取ってた。いや俺も多分でコーナー探してたじゃん。目あったって。ありました。あれこっちじゃねえやと思って。ありがとうございました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 。どうですかこれ。マスク取っていいですよ。どうですか。はい。なんで山田さんが切れてるんですか。丸先輩が今 TKO で、膝で切られて、負けちゃったと。今から縫うか縫わないかは、ドクターさん次第なんですけど、なんで切れてるんですか。これは丸さんの試合に感動して、ちょっと俺の体がうずいて、結果がうずいて切っちゃいました。丸さんの試合に本当にマジ感動しました。いや良かったです。すごい興奮してましたよ。うん、はい、俺がやった試合より良かったです本当。俺が相馬さんとやった試合より、ワレさんがやった試合の方が全然良かったっす。ってくらい感動しました。本当に負けちゃったよ。いや、そうっすね。負けるとか全然考えなかったけど。いや、マレさんすごい良かったっす。いや、ぶっちゃけ勝ったと思ったぞ、俺。いや、多分あれ、マグレだよ。多分この辺でいいんだろうなと思って殴ったのが多分当たってるから。いや、だって俺が、はい、ミットでさ、フック一生って言ってたんですか。それ、本当に実戦でやってくれたから、本当フックは良かったですよ、フックは。いや、まあ、声聞こえてましたよ。本当良かったですね、ネイは。うん、だから負けるつもりなかったんだけど、俺。いや、すごい良かった。楽しかったです。面白かったです、マジで。相手めっちゃ聞いてました。いや、ダメージで言ったら多分相馬さんの方があります。でもね、あ、まあ多分、はい、はい、あります。もうでもぽっこり腫れてる。腫れてました。本当ですか。はい、いや、あともう脳みそがめっちゃ効いてる感じありました。綺麗だったのがここでうまくボン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 って入るから、うんうん、はい、最後膝でしょ。そうですね。丸先輩、最後に、相馬さんと塩下さんに、じゃあ塩下さんにじゃあまず一言お願いします。はい、ありがとうございます。塩下さん、はい、応援してくれた方々、うんうん、もう僕のチャンネル見なくていいですで、シュウさんのチャンネルも見なくていいですだったらこれ意味わからない動画になりますから。まあでも立ち巻きこれマジ面白かった。はい、あ、本当ですか。相馬さん楽しかったな。あ、本当ですか。いや、自分も見てて楽しかったですね。あ、やっぱ上手だった。今日ってすげえなと思うよ、はい、あ、本当ですか。まあ、相馬さんにももう一言もらいましたね。はい、そうですね、はい、もう一回やろうって約束じゃない。あ、そうですよね。リング上で言ってましたよね。やっぱプロだよ、すごいよ。まあそうっすよね。欲しいってのいや、でもすごいっすよ。そのカウンターがすごいっすもんだって。まず先輩、やっぱあと一発あるから、やっぱそれ面白いっすわ。一発はやばいです。さすが、うん、こっちの方がいつでも犠牲できる腕だから。はいはい、ずっとほらこっちでも、うんうん、いろんな勝負をつけてきたからこそ、ほうほうほう、殿下の宝刀ですね。持ってるね、こっちでも。いいっすね。まず先輩、山田さんのせいで負けたのかな。すいません、入場で力使っちゃったのかないやでも半端なく緊張して、すごい緊張で、でも入場良かったですね、本当。ただやまお前のせいか、お前のせいか。すみませんでした、すみませんでした。でも本当チャレンジする。あ、ごめんなさい。マルさんのせいで本当感動しました。セコンドに使ってくれてとても嬉しかったです。そもそも分かってなかったですよ。え、誰だこれ、誰だっけみたいな。分かってなかったですよ。マルさん本当楽しかったです。分かってなかったですよ、はい、あれちょっとお疲れ様でした。ありがとうございます。負けちゃってごめんなさい。